ほうほう、俺たちのクローンが相手か。なかなか面白い。似ているのは外見だけなのか、中身も同じなのか、確かめなければなるまい。まずは戦い前の挨拶だ。この洗練されたポーズを見るがいい。みんな行くぞ。ああ、ビールの世界出動。さあ次は貴様らの番だ。おい、貴様らのファイティングポーズはどうした。貴様ら、それでも俺たちのクローンか。戦闘前のファイティングポーズはなくてはならない見せ場の一つ。そんな当たり前のことも教育されていないとはどういうことだ。イチゴポビーにイチゴが乗っていないくらいありえない話だ。いや、そもそも教育されるまでもなく自然とポーズは取るものだろう。所詮偽物は偽物、美学を理解しろというのが無理な話だったか。ならばこの手で美しく、そしてかっこよく。さて、ギニューさんも加わりましたし、ひとまずは順調としましょうか。フリーザ様、よろしいのですか、その地球人をお体に座らせて。もちろん
いいはずがありません。しかし力を引き出すためには必要な存在、いざという時を考えれば私の中で飼うのが妥当でしょう。あとはもう少し手駒を増やしたいところですが。貴様も蘇っているとは面白いことになっているようだな。なんだてめえ、フリーザ様に何の用だ。私の名はセル。相手をしてほしいなら遊んでやっても構わんが。なんだと。ナッパさん、少しは落ち着きなさい。無駄吠えは負け犬の証ですよ。しかしナッパ、フリーザ様のご命令だ。部下の教育がなっていないな。フリーザ軍とはこの程度の連中。調子に乗るな。ギニューさんも落ち着きなさい。まずは話を聞いてやろうではありませんか。チッ、命拾いしやがったな。では本題に入らせてもらおうか。私を復活させ、妙な精神を憑依させて操ろうとした奴はどこにいる。妙な精神、まさか貴様も。奴が利用しようとしている、我々だけではないということでしょうか。奴、貴様ら、やはり何か知っているな。そうだとしてもあなたに教える必要はありませんね。この私に頼み事をするのです。まずはその態度を改めなさい。何かと思えばくだらんことを。貴様の意思などどうでもいい。今すぐ知っていることを全て話せ。なるほど、どうやらこの方は正真正銘のおバカさんのようですね。なかなかやるな。私の知る情報とはまるで違う。いや、そもそも別人ということか。感じるぞフリーザ、貴様の中にあるもう一つの木を。貴様、私とは違い、生身の人間に憑依されているようだな。その口ぶり、私とあなたに違いがあるとでも？そう、私に憑依したのはおそらく機械でプログラムされた人工精神。そのおかげで制御するのもたやすかったがな。何？貴様自力で制御したのか。当然だ。追い出すまではいかなくとも自力でねじ伏せるくらい造作さもない。ほう、貴様の中にいるのが誰かは知らんが、そいつのおかげで本来の力を出せる。
そういうことだな。確かにこの地球人がリンクすることで私は力を出すことができています。ですが本来の力はこんなものではありませんよ。なるほど、貴様に関する情報はどうやら古くなっているようだ。面白い。あなた私の部下になりませんか。フリーザ様、お言葉ですが、このようなものを配下につけるなど。俺も反対です。いつ裏切るか分かったもんじゃ。心配ご無用。私は誰の配下にもならぬ。だが貴様たちには利用価値がありそうだ。手を組むというのなら協力してやる。いいでしょう。お互いにせいぜい利用し合うとしましょうか。ですが利用価値がない、または少しでも逆らうようなことがあれば消しますよ。そりゃお互い様だ。へえ、面白いことになってきたわね。何かあったのか。あのフリーザとセルがついに手を組んだみたい。何？あなたもそんな顔するのね。いいもの見ちゃった。でもそんなに驚くことかしら。二人の制御ができなかった時点でこうなるのは時間の問題だったでしょ。そうだな。それよりいいのか、あの二人は脅威になるかもしれない。それは違うわ、16号。むしろ脅威になりうるのはリンクをしている精神の方。フリーザの力をここまで引き出すなんて、やっぱり生身の人間の精神は違うわね。なぜ人工精神でなく人間がリンクしたか、原因を知りたくて様子を見ていたけど、このまま放置しておくのは危険ね。早めに手を打ちましょう。18号、あなたのリンクテストも兼ねてフリーザとセルを倒しに行くわよ。ああ、構わないよ。全員まとめて叩き潰してやる。やる気みたいね。期待しているわよ。16号は、そうね、戻ってきた時に食べるおやつを用意して。分かった。さあ、狩りを始めましょう。